はい、それででは別館です森永さんは今話題の台湾で暮らしておられたことがあるということで,、はいですね、ちょっといろいろ聞きたいなと思いましてまずえ何年前ですか台湾に住んでたのは年年前から2年間かかから間な、うん、うん住み心地的にはいかがでしたかいやすごく住みやすくて、うん、まて気候もね日本に比べると四季があるというよりは結構ずっと暖かい感じですけど、はいうん まあただ僕が住んでた時も1回冬にちょっとだけ台北でも雪が降った時期があったと記憶してるので寒寒いい時は寒いですねそれなりにあとやっぱり日本と似てるのは僕が住んでた時に結構でかい地震があってそうなんだ日本に住んでると日本の建物って揺れるけど安全だっていうイメージがあるんで揺れたら怖いけどまあ大丈夫だろうってちょっと思っちゃうじゃないですか震度4とか5ぐらいあったら 台湾の建物ってどのぐらい安全なのかよくわかんないまま住んでたんで、うん、震度4とか5の地震が確か来た時に結構やばいすごい怖くて、うん、すごい揺れるんで、えー、大丈夫かなと思って、えー、でしかも結構こう当時使ってた携帯とかにも,もうアラートが来るし、うん、そういうところで意味でもなんか日本に似てるかなっていう気はしますね。たやっぱりだよあの 日本って結構もう均一じゃないですか、うん、別に東京にいようが例えばじゃ青森とかそういうとこ行ったとしても別に大体どこも似たような値段ですけど台湾の場合はやっぱりその高いところは日本みたいな値段ですけど、うん、まあいわゆる屋台というかそういうところは本当に30円とかで食べれるところもあれば100円ぐらいで弁当食べれたりとか。いいいいですすねなんかそのこう屋台ととかかそういうのが嫌じゃな人らる まあ物価安く感じるかなって気がしますね、えー。屋台とかめちゃめちゃこう、そこのもの食べてみたいですね。どんなものが多いんですか、屋台の定番といえば。あっちでもその弁当って言葉があって。<ー>まあ、本当に弁当って書くんですよ。うん、で、あっちは結構そのビュッフェみたいな弁当方式で。<ー>とりあえず空箱に米は入れてくれて。うん、まあ、その好きなおかずを選んでく。おかずは三つ、この中から選んでくれみたいな感じで言って。 取っってもらったりとか<ー>で味自体もすごくとかいかにもこう昔の日本でもこんな感じで食べてたのかなっていう感じの味で、うん、辛いものとか多いんですか日本よりあんまり変わらない、うんまあ、そんな変わらないですかね<ー>ただやっぱいわゆる中華っぽいのも、うん、まあ多かったりするので、うん、そういうところに行くとやっぱ辛いあとはやっぱ火鍋あ<ー>火鍋はやっぱり結構多いですよねへえ<ー>、うん、か面白いなと思ったのが<ー>まあ文化だと思うんですけど 日本でも最近こう一人焼肉とかうん、うん、一人で何かってあるじゃないですか、うん、あっちは結構一人火鍋みたいな店も結構あって店でそうなんですよなんかその<ー>本当にこういう個人で一人で座るようなところに IH ヒーターが置いてあってこれぐらいのちっちゃい鍋持ってきてくれて<ー>米は食べ放題みたいなへえ火鍋ってこう典型的な具は何ですかあっちだとなんかその,鴨の血 鴨の血を固めたなんか豆腐っぽいやつとか、えー、面白い、まあ、あとはその蜂の巣というかその内臓みたいな牛の内臓みたいなのも入ってたりとか、うん、あ,あんまりこう日本だと食べないですけど、うんまあ、あとはそのいわゆる蝶豆腐っていうのちょっと臭い、うん、日本人が食べれない臭い豆腐があったりとか、うん、台湾独特のものもあるし。うん まあでも言っても日本と一緒で、はい、イタリアンとかそういうのもいっぱいあるんで食べるものに困るっていうことはまずない、ね、なるほどね最近台湾混ぜそばっていうのをやたらと見るようになったんですけど日本であれは現地台湾でもあれはね台湾の人よく言うんですけどあんなもんないんですよ、えー、<laughs> そうなんですねそう名古屋かなんかが発祥なんですね、えー、そうなんですか いい意味でやり返したんですよ。というと？要は日本で台湾まで騒っての流行ってて、そんなもう台湾と関係ないじゃないかっていうのの、まあそのちょっとギャグっぽく対抗して、何がだっけな、名古屋カレーかなんみたいを作って、全然名古屋じゃないんです。面白いやりますね。日本と台湾はなんかそういう意味で友好的なので、そうそういうふざけた感じで、なんか微笑ましいです。そうそうそう、あの攻撃するってっていうのはやってるみたいですけどね。 まあでも台湾っていうと皆さんこうやっぱり日本から羽田とか成田から行けるっていう意味では台北うん、うん、台湾の,この上の部分ですね、はい、台北に皆さん多分旅行でよく行かれると思うんですけども、うん、まあ意外とこの台湾の真ん中の台中と呼ばれるところとか、うん、あとその南側の台南もあるんですけど多分皆さん旅行で行く場合はかをかなと思いますけど本当にこう面白いですよ。 各地それぞれ特徴があったりとか特に印象に残っている場所はどちらですか僕は釣りが好きなんであそうなんですねよく高尾の,の方まで新幹線に乗って釣り行ってたんですけど何が釣れるんですか日本ではまず釣れないですね、うん、このアフリカにいるでかいバラマンディっていう<は>こんなでかいなんかこういるんですけどアフリカにいる魚が台湾にもいるんですかそ,うそれを釣れる釣り堀みたいなのがあるんですよ高尾<ー>の方に。へ<ー>そこにに釣りり行ったりとか それ食べるんですかもちろんゲームフィッシュなんで僕らは釣ったら逃がしちゃいますけどリリす、ね、ただ現地のの人とか食べるので<ー>そういうところに釣り堀行くんですけど<ー>面白いのがその台湾って、まあ、いわゆる僕らが言う中国語、うん、北京語をしゃべるんですけど、うん、その台湾にも固有の台湾語っていうのがあって、はい、タカオとかはどっちかというと結構台湾語をしゃべる人が 多いなっていう印象があってどれくくらいい違うもんでですすかか全なねだから今の台湾の若い子たちちょっと僕は会社やってた時にうちの会社で雇ってたインターンの子とかって大学生ですけど彼らは台湾語はあんま分かんないおじいちゃんおばあちゃんが喋ってたからなんとなく聞いたら分かるかなとかあとはドラマの中でもおじいちゃんおばあちゃんが出てくるシーンではあえて台湾語使ってたりする時も。 あったりとかするんでうんで、うん、なんかちょっと聞いたことあるかなぐらいの感じでうん、うん、全くだからその中国語喋れますって言っても台湾語を聞いたら全く分かんないみたいな、うん、へえそんなに違うんですね,そうで,すねでもそれだけ廃れてきちゃってるっていうのはなんかちょっと寂しいなって思っちゃいましたそうですねだから結構ある意味その中国に対抗するじゃないですけど、うん、台湾独立国だって。 っていうことで台湾を大事にしようみたいなまあ動きもあったりして、それこそ蔡さんとかあの総裁たまにね使いますよね台湾をそうなんですね。いいですね。あの結構あれですか戦績みたいなところも残ってるんですか。そうですね。台湾とあの結局でかい台湾の島がまあ日本人のイメージする台湾なんですけれども、台湾も日本みたいにこう離島があってですね。 その一つにこう金門島っていうところがあるんですよね。そこはえっ、ー、と台北のえっ、ー、と松山空港からプロペラ機みたいなのって一時間ちょっとで行けるところにあるんですけども、うん、そこに行くとやっぱまだこう戦争の名残があって、んどんな風にこう地下壕みたいなのが未だに残ってるんですよ、ねえー、そうなんですか。 だか,らなんかその僕も昔沖縄の旅行行った時に鍾乳洞が確か沖縄でも見れるとかあったと思うんですけどまあ,まあ,あんな感じで今は結構きれいにライトアップされてたりするんで観光化してるんでですすねねそうだからそんなにこう戦争の悲惨な体験をみたいな感じではないんですよ当時の跡地を見ましょうぐらいの感じなんですけどただそのもうボロボロに錆びちゃった砲台とかも残ってますし。 あとはその金門島の名産品って言ったら変ですけど、うん、包丁が売ってるんですよねえ包丁金門島になぜでそれなんでかっていうと、うん、あのアモイって中国のアモイが3キロ先にあるんでアモイが普通に見える距離なんですよ。あ目と鼻の先なんですね、うん、でこれ1958年とかに確か、はい、50万発とか確か撃たれてるんですよね大砲あ 戦後ですかそんなにそれで600人ぐらい亡くなっててその時に打ち込まれた砲弾を原材料にして包丁を作ってそれが金門包丁みたいな形でええ特産品みたいな感じで売られてて面白いですねそうですねだからそのまあ戦争があったところなんで悲惨な感じもあるんですがどちらかというと ちょっと観光名所みたいな形で残ってたりはするんですよねあとは本当にこうのどかな島で飼ってないんだと思うんですけど野良牛みたいなのがいっぱいいました犬じゃないんだっていう普通に牛が歩き回ってるとは皆さんも普通に台北に行ったら国内便でプロペラ機でちょっと怖いですけどプロペラ機で1時間半ぐらいで行けるんで金た ちょっとタクシーがないと島を全部回るの大変だと思うんで僕の場合は空港着いた時にタクシーがいたので運転手さんに相場聞いてとりあえず半日ぐらいかなチャーターするんだったらどれぐらいお金欲しいっていう話をしてあっちの人はそんなにぼったくってこないんですよ。さすが台湾なのでこれぐらいって言ったらお金渡してそうするとまあ 行行きたいとこに行って見てる間待ってくれてて、うん、みたいな感じでこうくるくる回って、うん、で僕はその時は結局その後フェリーに乗って、うん、あのそのアモイまで会場で行って、はい、行っそれは結構ね面白い体験で<ー>そういうのは別にすすんんななり行けるもんなんですか一応イミグレーションするんですよすです、ね、要は中国に入るから台湾の出国をバチッと押してもらって<ー>中国入国して船で行くっていう。 瞬間的に,アモイに入国したんです、ね、そうですすねねそう僕青森ってなんかいろいろ市場で珍しいもの食べましたけども例えばいやなんかかつらぎさんに言うのもあれですけどあのヤギの金玉を食べるっていうああ、美味しそうですね私ね、えー、クジラで一番美味しいと思ったのそこでしたあ本当ですか、はい、いやなんかあの、うん、クリーミーな感じでああだから白子っぽかったですね<あ>食べた感じそうですよね、うん、私白子好きなんで、うん だからそうううういいの食べててても回帰っっ僕は結構ハンコマニアなところがあって結構その入出国って最近海外行けないんでちょっと今どうなってるか分かんないですけど昔はハンこだったり多分今香港とかだともう変わっちゃった気がするんですけど昔は全部ハンコでやってて。そのの入出国 なんだろう場所っていうのがスタンプの中でで字字がが変変わわるるんですよね例えばその、まあ、分かりやすく言うと羽田で入国するか成田で入国するかで、はいええ、ちょっと日本は変わらない気がするけど、うん、海外とかだと結構そのどこの空港でイミグレしたかって<ー>ハンコの文字変わるんんでですすよそうなんですかだから例えば日本人で台湾旅行すると大体成田台北とか羽田台北なので台北で入出国のスタンプになるんですよね。うん ただ金門島から出たりすると、うん、まあ犯行がちょっと変わったりとか、はい、あとはそのアモイから入中国に入る場合と、えー、僕らがその成田から上海に行って入る場合とか、はいうん、結構その空港によってちょっと違うみたいなな、ねまあ、なかなかマニアックですねそれをね結構集めてた時期があって <laughs>、えー、そういうのよくやってましたね。あと最後に台湾の人はどんな印象でした、うん あーまあなんかんただ僕はでもその台湾に2年間住む前にジャカルタに2年近く住んでたんでそかジャカルタのまったりさに慣れちゃってたんで、うん、あんまり僕はその台湾に住んで台湾人のまったり感にはイラつかなかったですけど、うん、ジャカルタもやばいんですよ。 遅刻するの概念が日本人のレベルじゃない日本人って2時から会議ですって言ったら1時50分とか遅くても55分ぐらいにはもういて2時にぴったり始まるっていう感じじゃないですか。ってか日本で2時から会議で2時に来ると別に全然正しいことやってんのにこいつギリギリになってきたみたいなちょっと空気あるじゃないですか。あっっちののインドネシアで会議ししててびくりたが ごめんごめん遅れたの,その遅れたが2時間みたいな「いや終わってんじゃん全部」みたいなことが結構多いんですよ。それみんんな待ってですすかそのいいや待ってないですであっちって渋滞がひどいんで確かにそれは目撃しましたはいだから結構その渋滞のせいにしたりとかなんかそのお祈りをしてたとかはいやこっちからすると外国人じゃないですか僕ジャカルタ住んでた時しかも異教徒だしだその 言いいづらいわけですよ、うん、そ分かんないからイスラム教とかどう,どういうことを制限されてるのか知らないんで、はい、下手に言うとねなんかそないうこと一番こう外国人からしたら触れにくいわけですよ宗教とかでしかも分かってないから,だから結構そういうので普通に2時間とか遅刻してきたりするのに慣れてたんで結局 <laughs>、うん、台湾の人はちょっとまったりしてる印象あるけど、まあ、僕からするともうその頃にはインドネシアに完全にもう馴染んじゃったんで。<laughs> 全然問題なないいよねみたいな感じでまあでもやっぱりそういうゆっくりな世界を知ってから日本に帰ってくると日本ってすごいなって思う反面なんか自殺する人とかが多い理由もわかるっていうか要はその電車とかって1分も遅れなないいでででるじゃすすかそうよね分遅れたらお詫びしてますからね。だし5分とか遅れたらなんか怒鳴り散らしてるやつとか駅にいるじゃないですか。 だからあれが日本のサービスの品質のすごさだと思いますけど、うん、でもやっぱそれを担保するために皆さんん結構気張ってると思うんですよ、うん、遅れちゃいいけない、うん、そうするとやっぱ知らぬ間にストレスとかプレッシャーとかかかってると思っていてなだからなんか別にそれは素晴らしいし続けてほしいと思うけど、はい、なんかインドネシアとか台湾とかちょっとこう南の方に行けば行くほどこうまったり感が <laughs> あって。<laughs> ええ <え>当時はなんかね純ジャパニーズな僕はそれを見てなんだこいつだと思った時もありましたけどっ純っていうのはピュアな,方なですねでもなんかこう両方見てみるとあれはあれでまあ早く来いよと思ったりもするけどなんかあの緩やかな感じがまあ一種の寛容性というからかさを育んでだからこうなんか複雑な気持ちですよね日本はやっぱねちゃんと時間通りっていうのは素晴らしい文化だけど。 でもそれが気づかないうちにみんなにプレッシャーをかけちゃってたりとかしてるんであればそれはそれでちょっと闇な部分も同調圧力っていうかなるほどねだからねなんか今若い子たちに僕がよく言ってるのはとりあえず1回ぐらいはね海外出て住んでみたほうがいいよとそれは同感ですやっぱね出たからこそ日本の良さもわかるし外から見るからこそ日本がだめな部分もあるし。 なんか日本を愛するから日本にずっといるっていうのは僕はおかしいと思ってて外を知るからこそ日本を好きになるし好きになるからこそダメなところに本気でムカつけるっていうところあるんでねちょっと今金もない若い子多いし物価高い大変ですけど。 まあ機会があればね、うん、若いうちに海外1回出て住んでほしいなっていうふうには私はもう若くはありませんけれども台湾にはもうぜひぜひ行ってみたいしい今日の話を聞いてなおさらそう思います。